カモジャマスです。後輩のケイちゃんです。斉藤中です。カモジャのコンちゃんです。最近ケイちゃん、あの子供たちに指導してると思うんですが、はい、前縁の悩みなんかありますか？なんかね、ボレーがね、ネットします。それはね、引きつけられていないというか、打点をね、理解してない可能性が高いね。こう、なんか寝るのか、なんかこうぶつかっていってしまうんだね。こう、うん、ボールにぶつかっていってしまうことが多いと。はい、OK。 じゃあね、今日はね、そういう子に向けたドリルをやっていきたいと思います。はい、まあ、本当に基礎の基礎になるので、まあ、小学生の子でも中学生の子でもね、多分当てはまると思うんで、ぜひね、この練習やってみてほしいなと思います。久々の動画。そうだね、これ久々だね。指導系久々っすね、マジで。じゃあ今回はね、前衛の基礎編のドリルやっていきたいと思います。はい、レッツゴー、レッツゴー。この練習はボレーをするときに、まあ、大体ね、みんな1、2ボレーっていう正面ボレーをやると思うんですけど、これはネットに対してこう下がりながらこういうふうにボレーをします。そうすると何がいいかっていうと、こう足でボレーをしてしまう子は決していけないことではないんですけど、それのせいによってこう前でね、捉えてしまったりとか、こう後ろになってしまったりとかで、打点がね、こうバラバラになってしまいます。だからその要素をなくしてあげて、こう後ろに倒れていくことによってボールが来るのをこう待てる、てか待たなきゃこうボレーが、ね、できないので、それに合わせてこうボールが飛んできて待ってラケットを出すっていう風にすると、ちょうどそのこの腕のね、伸ばしたところにこうボレーができると思うんで、このボレーを引きつけるっていう感覚がね、身につく練習になります。なのでね、この練習、まあ、ポイントを言いながらちょっとやっていきたいと思います。レッツゴー。オラスト。補足の説明をします。足はこう1、2って下がるんじゃなくて、そのままこう後ろにもたれかかるようにインパクトっていう風にやっていってください。これは、バウンドができるだけ遠くにバウンドするように、こうすぐにボールが落ちちゃうんじゃなくて、遠くにバウンドするようにボレーをするように気をつけましょう。いきます。光栄どうでしたか？光栄、これどうですか？もう一回いきましょう。はい、ありがとうございました。この練習どうでしたか？この練習はですね、なんかやっぱボールを打つときにラケットが先に行っちゃってボレーが短くなっちゃうとかが、結構この打感をつかむことによってイメージできるなと思いました。やっぱね、ボレーのね、タッチのポイントが分かってない子っていうのは、こう体が前に出たら足が出ちゃったりするから、こう前で取っちゃったりね、こう後ろで取っちゃったりするんですけど、この今教えたこの練習だと、どうしてもね、重心が後ろに行ってしまう分、ボールを待たなきゃ打点に届かないんで、うん、まあ、自然にね、あ、そこで取ればいいんだってことがね、分かってもらえたかなと思います。引き付けですね。まあ、今やった練習は中高生とか、あの小学生だけじゃなくて、うん、まあ、大人の人も大学生の人も、まあ、かなり突っ込んでしまう人にはかなりおすすめかなと思ったので、まあ、そういった方は皆さん試してみてどうかなと思います。たまにあるからね、こうね、引きつけられない時、はい、突っ込んじゃう時あるんですよね。カチャンって、そういう時にぜひやってみてください。ではこの動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よし、ご視聴ありがとうございました。しゃしゃ、バイバイ、バイ。ボレーがネットかかるんですよ。なーにー。
やっちまっただろ。男は黙って手づかみ。